メイデンレーンの交差点からブロードウェイを北に見た眺め。1885から87年頃、フィリップ・ジョンソンと EN、ジョン・バージーによって設計され1984から86年に建設された33メイデンレーンのエントランス。ローアーマンハッタンに現存する数少ない19世紀、半ばの商業ビルの一つ90から94メイデンレーン。メイデンレーンは、 ニューヨーク市マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトを東西に走る通りである。その東端は、サウスストリートシーポート近くのサウスストリートで、西端は、ワールドトレードセンター近くのブロードウェイである。この通りは、ニューアムステルダム時代にオランダ語で、マクダパチエと名付けられた。この通りは、サザナミの立つ小川に沿った、恋人たちによって使われる小道であったと WP。 ガイド2ニューヨークシティによって記述されている。このナッソーストリートからイースト側へと流れる小石の大与側では住民たちの妻と娘たちが衣服の洗濯を行っていたとニューヨーク市の歴史家エドウィン・バローズとマイク・ウォレスは伝えている。この通りは1696年に公式に設計された。当時はまだ柵で囲われていたウォールストリートより北の最初の通りとなった。 1728年までにメイデンレインの東端イースト側に面するフロントストリートに突き当たる地点でフライマーケットと呼ばれる市場が開かれるようになった。その市場は屋根に覆われ肉、魚、農産物を販売していたが1823年までには廃業となった。これはニューヨークで最も古いものだった。最終的にはフルトンを市場及び その後にできたニューアムステルダム市場がこの近隣の市場となった。フライマーケット及びその更新のフルトンウォ市場はニューヨーク市の最初期の青空ウォ市場の一つであった。1831年のニューヨークの新聞によるとニューヨークには数多くの市場が存在している。フルトン市場とワシントン市場がその中でも最大のものである。フルトン市場は フルトンストリートの東端でイースト川に面している。最初の市場は、かつて、メイデン霊園沿いのイースト川に面していた、フライマーケットであった。1712年ニューヨーク奴隷反乱が、メイデン霊周辺で起こった。23人の黒人奴隷が反乱を起こし、白人の男女9人を殺害し6人に障害を与えた。1732年9月、 ロンドンからやってきたプロの俳優たちによる劇団がパールストリートとの交差点に立つビルの2階を所得した。そこには舞台が設置されニューヨークの職業上の劇場の端緒となった。1734年にその劇団が解散した時までにはそのビルはプレイハウスと呼ばれるようになっていた。ニューヨークが首都であった1790年春、ジョージ・ワシントンの下で 国務長官を務めるトーマス・ジェファーソンは57、メーデン・レインの家を賃貸して住んでいた。18世紀の終わりまでには、いくつもの窓枠がデザインされたショップが、新しいファッションとして、市内で流行する以前より、メーデン・レインは、ショップの立ち並ぶ通りとなった。1827年、ロンドンのバーリントンアーケードのファッションの成功に、あやかった、天窓のある、ニューヨークアーケードは、 ブロードウェイより東のメイデンレーンとジョンストリートの間のブロック40の高級ショップを覆っていた。しかしながら多くの人たちには美しいと思われていたものの経営的には全く採算が取れなかった。EN、チャールズ・ヘインズ・ハスウェルはそれは当初予期していた成功は収めることはできず数年間の存続に終わったと回想している。それからすぐにメイデンレーンは 市内でガス灯が設置された最初の通りの一つとなった。これによってこの通りは市内でも人気のショッピングストリートとなった。メーデンレーンの端にあった船舶の停泊所は19世紀初頭に埋め立てられ、現在の海岸線であるサウスストリートまでの区間に新たな土地が作られた。かつての小川がこの通りの中央を流れていたが、1827年に、 ニューヨーク市議会においてこの水路を閉鎖し速攻に、雨水を流すことが議論され、小川は埋められた。ファイナンシャルディストリクトに現存する数少ない19世紀、半ばの商業施設ビルの一つである90から94メーデンレーンは、EN、ローズベルトさんのために建てられたもので、ダニエル・ディ・バジャー設計のキャストアイアンの正面を持つ。1977年、 ウィリアムストリートの地点に三角形状の広場、ルイーズ・ネーベルソン・プラザンが開業した。1795年から20世紀初頭まで、メーデン・レーンは宝石地区の中心であった。ブロードウェイの地点の歩道に埋め込まれた、ウィリアム・バートマン・ジュエラーズデザインの制度とガラスの、時計は現在でも時を刻み続けている。1894年、デベロッパーのボム・コーは10階建ての、 ダイヤモンドエクスチェンジビルを建設した。これは特に宝石商たちの重い金庫を設置できるように設計された。ニューヨークタイムズの1924年の記事によると、新婦となる女性で名電レーンで購入した指輪を見せることのできるものは3倍幸せである。なぜならこの通りは宝石店の集積地であったためである。1946年のニューヨーク市警の推計によると、 この通りは平日の11時から14時までの間に5万1000人の人が通行した。1920年代までには宝石産業はマンハッタンのより北へと移転し始めた。それ以前の1870年代と1900年代にもアップタウンへと移転する動きはあったが、この時は大きな動きとはならなかった。しかし、1910年頃から、 メイデンレーンのビルは老朽化し始めたため、1920年代には本格的な移転が進んだ。第二次世界大戦の後もニューヨーク市は成長を続け、この通りの宝石店はチャイナタウンのバワリーとキャナルストリートの地点、および47丁目へと移転してしまった。メイデンレーンのジュエリーディストリクトは1936年の犯罪映画 EN15 メイデンレーンにて登場する。 客中参考文献、ありがとうございます。